アルバート・コリンズはアメリカ合衆国テキサス州出身のブルースギタリスト、シンガー。フェンダーテレキャスターを使用した鋭角的なギタープレイで名を馳せた。2011年、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第56位。テキサス州レオナで生まれ、7歳の頃ヒューストンに引っ越す。いとこの影響でギターを始めた。 ライトニン・ホープキンスが母方の親戚ということもあり、ブルースにのめり込んだ。当初はオルガン奏者を目指していたが、車に積んでいたオルガンを盗まれたことにより断念。一転してギタリストへの道を目指すようになる。1956年にセッションギタリストとして初レコーディングを経験。その後、カンガルー・レイベルと契約し、1958年に、 デビューシングルザ・フリーズを発表。その後、インストゥルメンタル曲を次々と生み出した。1969年から1970年にかけてインペリアルレーベルから3枚のアルバムを発表。やはりインスト中心だが、徐々にボーカルにも意欲を見せていく。その後、タンブルウィードからゼアーズ・ガッタ・ BEA チェンジを発表するが、以後しばらくライブ活動が中心となる。 ロバート・クレイは、この時期のアルバートの演奏を見て、大きな影響を受け、自分のバンドを結成した。1978年、ブルースレーベル、アリゲーターレコードと契約し、久しぶりのスタジオアルバム、アイスピキングを発表。同作では8曲中6曲で歌っており、シンガーとしての成長も見せた。その後、フロストビットライブ版、フローズン・アライブを次々と発表し、 1982年には初来日公演を行う。この時の様子はライブアルバムライブインジャパンとしてレコード化された。ロバート・クレイ、ジョニー・コープランドとの連名で出したセッションアルバムショーダウンも話題となりグラミー賞最優秀トラディショナルブルースアルバム賞を受賞。また、1985年にはライブエイドにも出演。 1986年のアルバム、コールドスナップでは、少年時代に憧れていたオルガン奏者、ジミー・マクグリフとの共演を果たした。1987年には、前衛サックス奏者ジョンゾーンのアルバム、スピラーンにゲスト参加。1988年7月には、ジャパン・ブルース・カーニバルに、出演のために再来日を果たした。同カーニバルには1991年にも、出演。 また翌1992年にはマウントフジジャズフェスティバルへも出演し、来日は軽音階を数えた。1990年代に入るとバージンレコード参加のポイントブランクに移籍。1991年同レーベルからアルバムアイスマンをリリースしている。またゲイリー・ムーアのスティル・ガット・ザ・ブルーズやアフター・アワーズ、ジョン・リー・フッカーのミスター・ラッキー。 BB キングのブルーズサミットといったアルバムにゲスト参加した。ポイントブランクからは1993年にも過去のレパートリーを新たに再演したコリンズミックスザベストオブアルベルトコリンズを発表。しかし1993年11月24日ガンのために亡くなる。フェンダーテレキャスターをオープン F マイナーという変則的なチューニングでプレイし、 キーの違いにはカポタストで対応していた。ピックは使わずフィンガーピッキングで音を出す。ライブではとても長いシールドを使って激しく動き回っていた。また、ソロの途中にギターで会話をするようなユーモラスな演奏を挟むこともあり、この時ばかりは客席からも笑いが起きる。ほとんどのプレイヤーが外してしまうブリッジカバーをつけたまま演奏する。かなり トレブリーで硬質な音色が持ち味である。彼のニックネームであるアイスマンやアイスピッキングといった故障はこの独特の音色に由来している。演奏する際にはギターのストラップを右肩にかけているのが特徴である。生前のあるインタビューではシートベルトで体を固定されてるみたいで嫌なんだよねと語っている。ありがとうございます。